皆さんお暑ございますね。お元気にしておられますか？ちょいとばかしご無沙汰でした。先週のランチの中から好評だったものをちょっとご紹介します。まず今日はトマトの白和え、これねさっぱりで美味しいですよ。想像つかないもので組み合わせてくるねってお客さんにね褒められたよ。ありがとう。でもこれね私が考えたんじゃないのよ。実はとある蕎麦屋でた一品のパクリ、実はこれがお手本。トマトの白和えってね、あ、これ美味しいと思って、ここのお蕎麦屋さんではね白和えの上にこれしその実の佃煮が乗ってて、しその実の佃煮とスライスして水でさらした生の玉ねぎ、これがトッピングされてあった。しその実の佃煮はね、いかに言っても今シーズンじゃないからしその実なんか手に入らないじゃない。山椒の葉っぱの佃煮があったのよ。私このね動画で紹介してる山椒の葉っぱで佃煮作ったら美味しいよ、一旦散髪するっていう人、たくさんの山椒の葉っぱで佃煮作ってみてっていう動画出したんだけど、この時に作った佃煮冷凍してあったのね。これと玉ねぎの甘酢に漬けたものが冷蔵庫の中にストックしてあったから、私これと組み合わせてみました。中に入れる具はトマト単体、他のもの入れない方が美味しいと思う。でもこのね何か上にトッピングするとアクセントになるよ。生の玉ねぎこれ組み合わすっていうのは食感がいい。で佃煮系ちょこっと入れるだけで味に変化が出てね美味しい。そうだね、佃煮がなかったらもうしその葉の刻んだのでもいい。ちょっと香りの味がするものプラスしたら美味しくなると思います。しその葉、三つ葉、クレソン、これ違う動画でね私出してますね。しその実の塩味のふりかけの作り方、今からねしその実のシーズンになったらこういうの作ってトッピングしても美味しいと思いますよ。ってことで、いつもだったらどうやって作るか、お豆腐パックから出しましたらこういう網の上に乗っけて、私一晩冷蔵庫の中にこのまま放置します。すると自然に水が切れます。でも夏場気温が高い時期に火が通ってないお豆腐なんとなく気持ち悪くって、夏場に白和えを作る時には私は電子レンジでチンします。火を通します。どの程度チンするか、これ触ってみてお豆腐が熱々になるまで、これ私ね3丁も一気にやってんで時間かかりましたね。途中ね水がジャバジャバ溜まってきます。捨てます。6分かける3回入れてやっとこそ熱々になったんで、冷ますのと水切るのと兼ねまして網網の上に取り上げます。あっちっち。さあこのままねちょっと冷えてもらいます。粗熱取れたら冷蔵庫でしまっときます。おっとしまいすぎちゃったかもしれないです。めっちゃ水切れてます。まあ、気にしない。さあこれをぶっ潰します。ぶっ潰したところで白和えの素、白ごまペーストを混ぜ込みます。と白ごまペースト冷蔵庫冷凍庫で保存可能です。1ヶ月2ヶ月湯に持ちます。分量こちら。これはね白和え作る時だけじゃなくごま和え作る時にもキンパの隠し味としてちょっと中に挟むっていう時にも使える代物です。さあ通常の白和えを作る時、この白ごまペーストを豆腐1/2丁に対して大さじ2杯入れるっていうレシピを紹介してます。秋に作る白和え、フルーツで白和えなんかどう？こちらの動画の中でもねこの白ごまペーストを作って、水切りしたお豆腐にこの白ごまペーストを混ぜ込んでフルーツをあえなさいと私紹介してます。最近ねちょっとねお好みがね変わってきたのか、大さじ2杯ほど混ぜ込みなさいっていう時代からね私ちょっと少なめになりましたね。今大さじ2杯も混ぜてないです。で混ぜ込む材料によって分量また微妙に変わってきます。フルーツをあえるとか茹でたほうれん草と炙った揚げだけを混ぜると、中身にね味をつけてない場合大さじ2杯弱、味をつけたものを混ぜ込む場合きんぴらごぼうをひじきなと炊いたのというものを混ぜる時にはもっと少なく大さじ1杯から様子見てください。で今日のトマトの場合、通常だったらこの白ごまペーストしか混ぜ込まないんですが、トマトの場合のみマヨネーズを隠し味に入れてみます。これ結構ねいいですわ、合いますわ。じゃあ潰したお豆腐にこの分量をよく混ぜ込みまして、あとはトマトと和えるだけです。でちょっとアクセントのトッピングをして、これで完成。
さあ夏にぴったりのね白あえですね。これ夏場にしたらね美味しい。ぜひ皆さんやってみてください。それじゃまた。